こんにちは、さっちんです。こんにちは、キャノーラです。今日も、スーパーマーケットトゥゲザーやっていこうかなと思います。はい、それでやっていきますかね。はい、なんで私はここにいるの？痛い痛い、ちょっと汚いトイレのとこでやめて、汚い。これどうやって使うんだろう。なんか使えるようになるのかね、この牢屋に閉じ込めるみたいなさ。え、これさ、あの万引き犯とか叩いてうまくいったらここに閉じ込めれるとかなのかな。あー、かな。ちょっとやってみたいね。ね、あの万引き犯何度さ叩いてもなんか何もなんないからさ。そうそう、やっぱね、万引き犯は捕まえないとだから。とりあえずちょっとオープンする前にこのサヒキャノ変えたいんだよね。サヒキャノではないからさ、ね、ちょっとサヒキャノまず変えるわ。あ、変えて、サヒキャノを。ねちょっと商品も頼んどきたいな。あ、そうね。でピンクにして。タブレットで頼むんだっけ。うん、タブレットなんでこれ1個しかないの。え、本当だ。なんで。アッシラがタブレットをポイポイするから1個にされちゃったの。え、待って、アッシラのタブレットはどこに行ったの。え、ちょっとさ、タブレットを売ったんじゃないでしょうね。売ってないよ。レジも売ったんだから。え、なに、なんか消えたんだけど。これレジ売ったんじゃないの。売ってないよ。売ってないよ。売ったでしょ。そんなことある。だって銃はちゃんと8本あるよ。嘘でしょ。え、マジ。こっちでできた。え、待って、タブレットは廃止され、メインビルダーに統合されました。新しいタブにアクセスするにはデフォルトで X と Z を使用してくださいって書いてる。あ、終わったんだこの世界。あ、終わったの。うん、タブレットはもう使わないっぽいよ。オッケーオッケー。ちょっとこれ全部商品中に入れときたいな。そうね、先にじゃあ詰めて米倉庫に入れておこう。あ、倉庫分かりやすいね。そうなの。なんか倉庫に入れてみると商品見やすい。でもな、ここまで来るのめんどくさいんだよな。え、普通にあれだね。ここから、あ、こっちじゃない、こっちから近いんだね。まあね、一応ね、結局お店から行っちゃってるからね、まあ、そうなんだよ、うっかりね、すぐ迷子になるから。こっから行けばね、ゴミも近いっちゃ近いからね。そうね。え、相手の遠いとこに置いてた、もしかして。そうかも、遠回りで来てるもん。思いっきりあのお店の正面から入ってるから、あっしら搬入に。もうみんな大好き塩が入荷しましたよ。入荷しといて、入らないわ。揃えよ。あ、揃えれないか。結局どれかしらはずれるか。そうね、プラスもうパンパンじゃないの。パンパンかもしれない。どれか放置しないとダメかもしれない。じゃあもうしようよ。しようか。ペンネ、それで終了。ペンネ、ちょっと入るものはもう入れときたい。あ、もう、あ、全部パンパンか。これ結構パンパンなのよ。 OK、 じゃあ一旦お店開く。開く。え、ちょっとここ2個も勝手に入れとこうか。うん、とりあえず入れといた方がいいよね。やっぱ米だよね。米と、そうね、米と、もう一つ主食、パスタ。パスタか。パスタ入れよう。パスタ、うん、下の段にもう捨てとこ。あ、ゴミ箱もちっかい。こう行けばよかったんじゃん。そうよ、だいぶ遠回りしてたな。オッケー、それじゃあ。あ、まだ置けた。すごい置けるな。ちょっとほうき近くに置いときたいね。あ、そうなのよ。ここはいい。ほうきずっと持っていたいぐらいの勢いよ。あ、ちょっとレジでも持っとこう。ほうき。3つ全部こっちに。ほうきの練習ちょっとさせて。痛いでしょ。オッケー。なんか殴る動作なかったからさ、合ってんのかなって思って。それじゃあ、いきますよ。はい。お願いします。それじゃあ、オープンです。はい、オープンです。オープンしました。いらっしゃいませ。
いらっしゃいませ。外で待ってんの怖えわ。ちょっと名前変えたの言ってなかった？あ、そうかも。ポンコツね。ポンコツ。ポンコツ。ポンコツ。なんかちょっと違う気がするけど、ポンコツ。なんかちょっとね、違和感あんだよね。ツーがさ、違う気がするんだよな。ポンコツ違えわ。アス的にはコも K でいいんだけど。マジ？ポンコツだからね。ポンコツこうだわ。オッケー、ポンコツ変えたよ。ポンコツ変えた。ちゃんとしたポンコツになったよ。なさよ、レジ足かよ。あれ？いや、行こうと思ってんだけどさ。わあ、みんなして高い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 って言ってるわ。あ、来たかもしれない。あ、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。すんごい文句言いまくってる。文句言わないで、文句言う人は帰って。文句言うんじゃねえよ。文句言うな。なんか怖いな、怖い音聞こえたな。文句言いながら買ってるわ。でもレジなんかせっかちだな、そっち側にいるって。ちゃんと。いらっしゃいませ。これ横半にいけるの？びっくりした。これ2人でできるわ。それこそあの袋詰め担当とお金担当できる。あ、これいいじゃん。ちょっとシリアルしか売れてないよ今。ちょシリアルだけがなくなっていくかもしれないこれ。ほんとそれ。お、ちょっと買わないなら来るんじゃないよ。やばい。みんなシリアル。シリアル以外一個も買ってかない。買ってよ。あ、なんか撃たれた。撃たれた。はい、ありがとうございました。どれも高い言ってるわ。おお、何も買わずに買えるな。やばいよ。やばい、めっちゃ高いって言ってるわ。何にも売れてない。それはそれでやばい。ちょっと値段変えよう。ちょっとシリアルだけが永遠売れていく。お米をシリアル、お米を3ドルにしよう。ちょっとあの人の前に立たないで、危ないから。ありがとうございました。危ないから、ね、今お金変えてますからね。はいはいはい。高すぎます。ちょっと待ってね、今変えてるからね。すんごい、おお高いって言ってる。高かったら他店行ってください。塩2ドルは高いのか。高いの。平均より高いの。高いみたい。1個も売れてない。塩1ドルにするわ。ちょっとあのシリアル入荷を。あ、ちょっと待って、塩はとりあえず1ドルにしとかないと。シリアルあと限定5品ぐらいです。ちょっと待っとれ、今金額変えとるから。これ何？ 3って書いてあるよ。え、3って書いてあるけど、え、はい、違うの？はい、OK、1ドル。ちょっと待ってね。やばい、重い。ちょっとお客さん困ります。レジにめり込まないでください。まずにレジに乗っかるなんてやめてもらえます？シリアルさ、注文しないとダメかも。あ、ない、もうこれしかない。はいはいはい、シリアル入荷いたしました。はい、入荷しました。はい、シリアル、はい、いらっしゃい、いらっしゃい。これ何？なんかみんな白いもの買い出したけど、何この白い？米だ、米が安くなったから。米か。シリアル購入。なんかみんな同じ動きして始めたよ。え、なんか変な走って、あ何？あたいか。ああ。なんだよ。変な蛍光の黄緑の服のやつがすごい走ってんぞって思ったけど、万引き犯かなって思ったけど違ったわ。あたいや。ちょっとこれ3ドルだな。待ってろ、今みんな値下げしてるからな。水も2ドルにしようじゃん。お、いいね。水減ってきてる。え、水？水。水売れてるよ、今。え、今一個も水売ってないんだけど。今行くから。万引き犯じゃない？うん。あ、待て、泥棒、水のすむんじゃねえよ。塩まで取って。泥棒。まったく。泥棒じゃない、お客さんまでやってたよ。してる。え、ジャッキン言ってるけど。あ、大変や。シリアルね、シリアル入れるからね、待ってたよ。はい、マットさんです。シリアルね。マットさんです。はい、12。はい、シリアル入荷しましたよ、皆さん。はい、はい、はい、ありがとうございました。よいしょ。はい。
はい、15。はい、あ、待て、泥棒。あざますね。泥棒。泥棒二人いる。泥棒、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 泥棒。待て、泥棒。泥棒どこ？どれ？これだ。あ、これ。あ、返せ。商品すんげー盗んで。本当だよ。あ、泥棒。どれ、もう一人。泥棒。これ。よし。商品この転がってんのどうしやん。警察だって言ってる。はい、はい、お待たせさんです。ごめんなさいね。はい、お待たせ。あ、待って、泥棒。泥棒いすぎ、はい、お待たせさんです。すごい盗むじゃん。あの、あれ、レジ混んできたらみんなさ、盗んでいくとかそういうのあったりするかな。ありそう。ちょっとね。はい、お待たせさんです。盗まないでください。よいしょ。あ、泥棒、泥棒、何してんだ。あれ、はい、オッケー、オッケーだよね。あれ、ん、おお、泥棒、泥棒、泥棒。おお、泥棒。虐待だじゃねえよ。お金、お金払え。はい。はい、おまとさんですね。はい、しっかり並んでください。たまに、並んで。1個しか、もう1個しかレジ空いてませんのでね。ね、今ちょっと2人がかりでやらせていただきますからね。ちゃんと。撃たれてるわ、撃たれてるわ。ごめん、殴っちゃった。待ってる、お客さん殴っちゃったよ。やだ。はい、あざますね。はい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 、黒詰めますからね。はい、黒詰めていただきますからね。意思がない、さよなら。おお、まだ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 。泥棒。あ、待て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 、痛いじゃないでしょ。待て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 、泥棒がめっちゃいる。ちょうどにしてるんだけどさ。あ、返す金額間違えてた。こうか、違うとこ見て。すごい、すごい泥棒だらけ。もう早くレジ増やさないとみんな盗んでっちゃう。ほんとそれ。ちょっと入りたての新人なもんでね、ゆっくりやらせていただきますんでね。待て、泥棒、めっちゃ泥棒来るじゃん。やばい。はい、いらっしゃい、いらっしゃい。ちゃんと並んでね、ちゃんと並んで、お願いしますって一礼してから入ってください。レジにありがとうございましたって一礼して帰ってね。歯に、歯に、歯に入れないと。歯に。もうすぐ一日が終わりますよ。お、みんな何時間並んでくれてんだか。5時間ぐらい並んでるかもしれない。やべえな。あ、またまたやばいの走ってたって言いそうになったわ。違ったわ、店員だったわ。おー、やばい、一番上なんだ。お米か。お米がなくなったっぽいな。やっぱ主食が売れるね。ね、まあ、でも2列あるから。はい、あざました。はい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 、どっちどっち。あ、待って、泥棒、カードね。泥棒、泥棒、泥棒。はい、いらっしゃいませ。10。はい、いらっしゃいませ。はい、ありがとうございました。はい、いらっしゃいませ。お、いいよ、儲けが、儲けがいい感じ。お、18、3000いきそうだね。お、はい、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。はい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 、いらっしゃいませ。はい、カードを。はい、はいはいはい、ごめん、殴っちゃった。なんで殴るの。厳しい、殴っちゃったよ。ここのお店厳しい。レジ、レジやってもらうには一礼してお願いします言わないとダメだし、整列ちょっとでも失敗したら、ごめん、殴っちゃった。殴る、あ、また殴るし。殴られちゃったよ。あ、厳しい。
ネジがない、さようなら言ってる。やばいよ、そろそろまたいっぱい出てくんじゃない。はい、泥棒泥棒待て、泥棒泥棒来たぞ。泥棒、人のお店で何を盗みしてくれちゃってんの。おー、泥棒あー、並びすぎよみんな。ちょっと空気読んで。お泥棒、お砂糖ばっかり取っちゃダメでしょ。混んでるからもうみんな空気読んで全部カードでお願いしますよ。カードでお願いします。なんだよ、言ったそばから現金。うちあのカードのみなんで。カードのみなんで気をつけてもらってね。タッチ決済もできませんのでね。ちょっとペイペイお断りしております。お断りしてます。まだね、対応してないんでね。対応してないんで、うちの店あのクレジットオンリーとなっております。オンリーでやらせていただいてます。最悪じゃん、なかなかにないよそんなお店。現金ダメっていう。現金ダメな上にクレジットのみって。ほんとよ、ここ最近現金だけはダメみたいなとこはねちょっと増えてきつつあるけど。あ、そうね、確かに。なんかね、たい焼き屋さんとかで見かけるよ。そうね。よいしょ、ありがとうございました。ありがとうございました。ございました。クロース、不思議だね。10時半ね、だいたい10時だよね。10時っていうか、ぴったしだよね。あ、これ拾わないとダメなのね、全部。そうよ、落ちてるの。うんうん、今回いいんじゃない。3000いったよ。お10落ちてるわ。ちょっとしかもシリアル売り切れっていうね。ほんとよ、入荷しとかないと。シリアルさ、もうちょっと高くてもいいんじゃないかなと思うけどね。シリアル今回3つ買ってみた。お、シリアル屋さんだからな、ね、その上でシリアルちょっと値上げしたい。あ、でも5なのか。5ならもう十分よね。でも5でも売れるってえぐいな、うん、超えぐえぐよ。みんな張り切って買ってくもん。じゃあちょっと高くしよう。6にしてみようかな。ということでシリアルを6にしよう。いや、あの中途半端なさ数字にはしたいとは思うけど大変だからね。ちょっと打つのがめんどくさい ね。そこが勝っちゃうよね。うん、切り欲がいい。どうせいくらにしたってお客さんは文句言うよ。ちょっと10捨てといて、あとはお砂糖ぐらいかな、入れなきゃいけないの。お砂糖もう売り切れ？あ、お砂糖ある、ある。棚に。OK、お砂糖入れて。でもお砂糖はあとそれだけなんだよね、あるの。そうなの。あ、でも余った、ちょっと余った。うん、オッケー。はい、ということでお疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。一日終わりましたね。終わりました。とりあえず、はい、閉店して確認しよう。うん、はい。閉店。閉店。あ、今回強盗、それでも6ある。え、でもなんかさ、あんなにさ高いって言ってたけど、商品が高すぎます5だね。ね。見つかりませんもん。あれ、高すぎますって言ってみんな盗んでった。あ、そっち、それを倒したからチャラになったとか。うんうんうん、え、ちょっと待って、マイナスなんだけど。なんでマイナスなんだか。ちょっとやっぱ商品あげましょう。文句言われてても、ね、貼った押せばいい。そうね、値段をとりあえずあげよう。あげようしよう。もう米もあげちゃうよ。うん、あげる。え、水あげた？まだ今お米を必死にあげてる。じゃあ水3ドルで。もうこのコロコロするのがさ時間かかるんだけど。わかる。ちょっと数字うちにさしてって思う。ちょっとこれ種類も今度増やしたいね。うん。え、塩今さっき22とか言ってなかった？22セントじゃなかったかな。うん。あ、違うわ。22ドルだわ。うん、1個あたり
51セント。箱買いだから。あ、51セントなの、1個買い。1個が51って。え、じゃあやっぱ市場価格入荷だ。あ、マジで？うん。塩。入荷だわ。あ、本当だ。うん。今上げ中、塩。今でもそれでも上げたんだけどね、2ドルに。うん、3に上げちゃって。マジか。うん。ということで今回はこの辺で終わりますかね。はい、はい、はい。それではまた次回お会いしましょう。はい、さようなら。さようなら。